皆さんこんにちは、 SE プラスの山田です。このラジオは IT 教育会社の SE プラスが旬な IT のトピックや人材育成を中心に個人の見解をほのぼのと語るラジオです。寺井さん、今日もよろしくお願いいたします。さあ、出まいりました。今日もこのラジオということで、私もちょっとよろしくお願いしますって言われたので、寺井さんのことはもうちょっと私もね、一声皆様によろしくお願いしますっていうことを言いたいですか。どうぞ。そうですね、はい、皆さん今日もよろしくお願いします、はい、山田さんもよろしくお願いします、はい、満足ですか。はい、はい、じゃあ早速話していきたいと思います。寺井さん、今日は何でしょうか。今日はちょっと IT 関連の話題ということで、最新の IT ニュースですか。割と最新のはい、ジョイサウンドあるじゃないですか、カラオケの。はいはいはい。が来年の2024年1月から、うん、全国のカラオケルーム同士をつなぐパーティー機能をこう提供開始するみたいです。あ、カラオケルーム同士がつながるんですか。はい、このジョイサウンド X1 っていうものがその新製品の通信カラオケという新しいものになるみたいなんですけど。なるほどね。なんか歌うということ以外の付加価値を強化していきましょうっていう取り組みらしいです。歌うこともできるんですか。歌うことももちろんできるみたいです。カラオケ採点機能とかもついてますし、はいはい、一方でまだミスとか人狼ゲームとか、はい、そういうゲームもできるようにするみたいです。まだミスって何ですか。ちょっと私もね、結構ボードゲーム一時期好きだった。有名だってことは分かってるんですか。聞いたことあるんですか。多分、人狼も聞いたことありますけど、ね、あんま僕やってないです。いや本当に一回ね、社員旅行でね、みんなで社員旅行でやった、あれで初めてです。そうでしたっけ、うん、でもすっごい楽しそうです初めてだからでも人狼ゲームって初だからそれ正しいじゃないですか。寺井さん思い出してください、初めて人狼やった時の面白さ。いやでも人狼ゲーム、私正直人狼ゲーム何回やっても一生飽きないです、うん、めちゃくちゃ楽しくないですか、あのゲーム作った人天才じゃないですか作った人天才。なんかパン屋さんみたいありましたよ。パン屋さん、え、どういうことですか。いや、なんかそんなパン屋さんがあったんですよ、まあ、ちょっといいです、この話。どういうこと。作った人天才っていうパンがありましたよね。ほら、うん、スタッフの人も知ってる人は知ってるんですね。有名ですか。でな、ジョイサウンドですね。カラオケか。カラオケです。行ってます最近。いやー、もう最近行ってないですよね、コロナになってからは。いや、ちょっと今日嘘つきの日ですか。鼻伸びてきてます。鼻がどんどん。そう、行かないですよね、本当に普段は。ああ、そうなんですか。うん、なかなか。でもね、山田さん、カラオケ行ったらめちゃくちゃこう大きなボリュームで。まあそうです。マイクいらないんで。もうカラオケ行く必要ないですね。採点ができるぐらいですかね。いや、採点ね、採点も さできないところはね、いや、びっくりですよね。ありますからね、本当皆さん注意してください本当に。採点しようっていう気持ちで言ったらなかった時、某カラオケ屋さんでなかったですよ、ね。はい、あれはちょっと ねやっぱ採点ありでありきでやりたいじゃないですか。やりたいです、うん、フィードバックもらいたいんで。最近のその採点のカラオケ、はい、めちゃくちゃ進化してて、AI とか入ってる。あ、そうですそうです。なんか感情とかも採点項目に入ってるんですよ。表情とか見られてるんですか。多分歌の抑揚とかなんですかね、わかんないですけど、なんかそういうのがプラスの得点になったりするんで、はい、なんかこの間すごいどう感情を込めようみたいな感じで。寺井さんはなんかあるんですか、お箱は。お箱はですね、はい、私なんだろうな、お箱か。山田さん逆にあります。何ですか。お箱ですか、はい、星野源のドラえもんですね。あ、確かに今日もなんか、ね、説明会の前に歌ってましたね、鼻歌で。鼻歌じゃないです、ね、あれはあれ鼻歌じゃないんですか。じゃないじゃないですか、思い出してください。まあいいですけど、で、寺井さんなんですか私は、はい、まあ雪とかですかね。あー、雪の、うん、どれだろうな。最近とかだとよく歌うのは、うん、知らない方もいるかもしれないですけど、はい、坂道のメロディーとかですかね。あれですね、なんだっけ、なんかのあれに使われてましたよね。あ、そうです、アニメに。アニメに
雰囲気がね、こうドラムしたりする人とかがいるアニメの主題歌、うん、ドラムしたりする人、そうですそうです、あそうです、なんだっけ、アポロ坂道のアポロンだ、すごい思い出したな、すごい坂道のアポロンっていうのが坂道のメロディー、そうです坂道のメロディーっていう曲、結構私そのアニメ見てて、あアニメからなんですね、あそうです、で、あユキじゃんってなって、はい、聞いててすごいおしゃれな感じの曲なんで、うん、歌ってても楽しいんですよ、気持ちいいというか、あ、はい、いいですよねユキは、はい、僕もユキは好きなんで、はい、ライブとか行ったことありますよ、すごい、はい、ちょっとガチ勢ですよ、どっちかというと、確かに、うん、やっぱユキ生で見るとやばいですか、生で見るな、そうですね、もう本当に可愛いですよ、めっちゃですよね、一生年取らない、もうそう、ずっと見てられないずっと双眼鏡で見てられます、いや、いいですね、私なんかアーティストのライブって行ったことないんですよ、アイドルのライブしか行ったことなくて、あそうなんですか、行った方がいいですよ、別にアイドルも行っても全然いいと思いますけど、ビーズ行ったことありました、そういえばビーズだけですね、それ以外行ったことないです、ね、あいろんなの行った方がいいんじゃないですか、確かに、ね、まあ、これからね、いろいろ皆さんもアーティストも普通に始まってるのでツアーがですね、なんか海外アーティストとかの、はい、も行ってみたいですね、テイラーとか、ああ、もう大学生時代ずっとテイラー切れたんで、トゥワイスも行きたいです、トゥワイスも海外アーティストですか、確かにそうですっていうのだと、私今週末、うん、海外アーティスト、じゃあ本題行きましょうか、そうですね、はい、本題、ちょっとまたその話もいつかできたらなと思いますので、いや多分一生ないですはい、じゃあ今日のテーマはですね、はい、来たる12月10日は、ね、10日は、はい、基本情報技術者試験の科目英免除試験がありますので、うんうん、残りあと1週間約1週間ということで、うんうんうん、直前に確認するべきことだったりとか、うん、今こんなことやった方がいいよとか、まあ、そういったことについてお話しいただきたいなと思います、うん、残り1週間ですね、なるほどね、まあ我々のね、はい、読書ゼミというもので、うん、科目A免除試験を受ける場合っていうことになるかなと思うんですけど、はい、というのも科目A免除試験に関してはその認定されている事業者というか会社によってなんか細かいルールとか違う可能性があるので、はい、まあ、私どもがこう伝えることっていうのが、まあ、ルール的にもしかしてるとその皆さんが別の読書ゼミじゃないもので免除試験を受けようとした場合ルールが違ったりもするので、まあ、そこは注意いただきたいんですけども、はい、まあまあ、そこ準備編ということで、まあ、まずはその受験会場をちゃんとチェックしましょうと、なるほど、はい、受験会場、うん、はい、いやそれ当たり前なんですけど、はい、なんかすごい満面の笑みで受験会場かってちょっと思ったんですよ、いやいやそれは本当ですかそれなんかその すごいですねみたいな、いや結構当たり前じゃないですか、受験会場チェックは鉄板じゃないですか鉄板ですね、鉄板でしたね、はい、でもまあただ、はい、結構あるあるで直前にこう見たりして、はい、あれ意外と遠いぞみたいなことがあったりしますので、はいはい、あとはそのおすすめとしてはやっぱり受験会場の最寄り駅には、はい、まあ、少なからず、開始時間の1時間前ぐらいについていきたいですよね、1時間前、はい、結構な余裕がありますね、いや1時間前についておいた方がいいです絶対、ねえ、はい、何でですか、いや何でですかいやいや一応なんでだろうな、いや当たり前じゃないですか、要は電車遅延する可能性もありますし、はい、でまあ、場所が分かんないっていう可能性もあるので、はい、で例えばじゃ駅最寄り駅からその会場まで地図で15分だとするじゃないですか、はい、15分、はい、でも迷ったら15分で着け、それ当たり前じゃないですか、はい、でこれ万が一本当にあるんですけど反対方向に出ちゃったとか、はいはい、もうそうすると、ま、それの自分のところに戻ってくるまでに15分とかなると、はい、なんやかんやっぱ30分ぐらいかかるとかっていうのを考えると、うん、意外と1時間前についていくっていうのはやっといた方がいいですよね、確かに私もこの間、うん、全然試験じゃないんですけど、うん、なんか銀座店って書いてあって、うん、あじゃあ銀座駅かって思って勝手に思い込んで銀座で降りたら、うん、銀座一丁目が最寄りで、うん、めちゃめちゃ歩いて痩せったってことがあったんで、うん、そうですそうです、そうですよね、東京結構あるんですよそういうのありますね、うん、だからまあ今回我々は全国でやるので、はい、全国はどうなんですか、あんまりないかもしれないですけど、うん、
結構そうなんです、何例えば受験会場で何々会議室何々とか書いてあって、はい、その、 あの地名のとこ行ってみたらあれ違うじゃんみたいなのが結構あったりするので、はい、まあ、その受験会場は必ずチェックするっていうところ、うん、あとは持ち物に関してもしっかりとね、あの我々 の、 あの試験であれば顔写真付き身分証明書必ず必要なので、はい、あのそういったものをしっかりとあの持っておくというところですね、はい、まあ、あとは最近だとそれこそあのアプローチとかダメなので、あのそういったところもあのしっかりと注意事項は必ず読んで、参加していただくというような形になると思います、はい、そうですね、はい、でまあ、それはそれとして、まあ、しっかりとあの見るっていうところなんですけど、あとは準備としては、はい、あの1週間前ということで、うん、まあ、条件ですね、受けるための条件っていうのが あの、はい、ありますので、まあ、特集ゼミであればあの終了テスト、午前あの科目 A コースの終了テストと学習時間登録するっていうものがあるんですけど、はい、まあ、そういった条件をしっかりとあの満たすというところは絶対にやっといた方がいいと。いや、そうですよね、こればっかりは試験でちゃんと合格できる実力があったとしても、うん、この条件クリアしてないと科目 A 取れないですもんね。そうなんです。でこれもやっぱギリギリ良くないので、はい、あのもうあのこれを今聞いてるタイミングでまだ終わってないっていう人はもう今日中にやるぐらいのこう意気込み で、 そうです、ね、やっぱ早めに終わらせた方がいいですね、はい、というのももしかしたら明日急にお腹痛くなるかもしれないですよ。確かに本当に、うんうん、でそしたらまあ、お腹痛いぐらいだったらいいかもしれないですけど、はい、じゃあ、まあ、インフルエンザだともしかしたら、ね、残り1週間受けれないかもしれないですけど、はい、例えばインフルエンザでもない、コロナでもないけど 2,3 日寝込んでしまうとか、うん、そうなるとやっぱり、ね、できないじゃないですか、はい、でもあのおそらくこの1週間前にあの e ラーニングを提供されている人っていうのはいないじゃないですか。だからその、はい、あのたくさんの期間があった中での直前の1週間なだけであって、うん、ここの1週間であの風邪ひいたから e ラーニング終わりませんでしたっていうのはもう基本的にはありえないことになるの で、 で、ね、やっぱりそこはなるべくもう早め早めに終わらせていくっていうのは必要になると思います、はい、まあ、そういったところは当たり前かなと思うんですけど、そういったところをしっかりした上で実際はじゃあどういうふうにやっていくかっていうところなんですけど、はい、まあ、1週間前なので、まあ、状況にもよると思いますけど基本的にはもうひたすら問題を解くっていうフェーズに入ってるのかなと、はいはい、で、まあ、科目 A なので、はい、科目 B はなくて科目 A の免除試験になるので、うんうん、あのひたすら4択の問題を解いていくっていうところで移動中は計算ではない問題を、読書ゼミもそういった機能あのフリーテストっていうところで用意したりするので、はい、計算問題ではないものをやったりとか、うん、あとはその計算問題はなるべくその自分でペンで書けるところでやっていくというようなところで、うん、まあ、状況に合わせて1週間無駄な時間がないように最後仕上げていくというところですね、はいはい、なんか直前でなると、うん、得意な方を伸ばすべきか、うん、逆に苦手な方を集中的にやった方がいいか、うん、なんか山田さん的にあります？山田さん的に苦手分野じゃないですか。得意な分野は点数取れるじゃないですか。あ、まあそっか、確かに、うん、だからもう苦手分野をやっていくっていうのが1点でも多くっていうところですね、うんうん、で、まあ、苦手分野がどの分野かにもよるんですけども、はい、あの例えばじゃあテクノロジー系の中でもいくつかあったりするので、うん、あのあんまり出ない、例えばあのヒューマンインターフェースとかっていう分野が苦手とかってなったとしても、あのそこはあんまり問題出ないので、はい、だからそこいったところは別にやる必要はないですけど、やっぱり今多いのはやっぱセキュリティであったりだとかストラテジーマネージメントとかって、そういう部分っていうのはやっぱり苦手であれば解消しておかないとなかなか合格にはあの近づいてこないので、はいはい、あのそういった部分での苦手がある場合はしっかりと苦手分野をクリアした方する方が先決かなと、うんうんうん、あとはあの我々の試験に関して言うと科目 A 試験ですけども、はい、やっぱ紙でやる試験なんですね。はいはい、我々のその読書ゼミを経由した科目 A 免除試験に関しては紙でやる試験なので、はい、まあ、紙でやるっていうのも少しやってみてもいいかもしれないですね。確かに、うん、今だとね、スマートフォンとかパソコンだけで勉強完結できるから、できるんですけども、はい、まあコンビニとかでねちょっと過去問題印刷したりして、はい、紙であの直前最後やってみて、うん、そういった雰囲気をしっかりと感じるというのは非常に大切かなと
やっぱあの当日になってその、まあ、ご自身のパフォーマンスを発揮するっていうことを考えた時に、はい、なるべくやっぱイレギュラーな状態っていうのを減らすっていうのが全て大事になってくるので、うん、はい、行った時に紙で例えば1ページに多分4問ぐらい書かれ、あの4問ぐらい問題書いてあるんですよ、はい、でもそれって紙で印刷したことがなかったら初めて見るじゃないですか。確かに。だそういったものを初めにこうやっとくっていうのは、うん、あの実際に本番で、ああこういう感じかっていうならないというか、うん、ああこう予定通りだねってい うことをどれだけ近づけるかが大切なので、はい、まあ、印刷してみるっていうのも残り1週間なので1回ぐらいやってみてもいいかもしれないですね。確かに、うん、印刷したらなんかそのままちょっと模擬試験じゃないですけど、うん、実際の時間測ってそのままやってみるとかも良さそうですよね、うん、そうですね、うんうん、で我々の、まあ、テストだとマークシートになるので、はい、なかなかマークシートはちょっと練習難しいかもしれない。確かに。ただそのポチ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 クリックしていくではないっていうことが、うん、なるべく事前に体験できると、まあ、当日有利とまではいかないですけども、うん、はい、まあ、想定通りに試験が受けれるのかなと思いますね。はい、はい、ということで残り1週間科目英免除試験受けられる方は、はい、ぜひちょっと参考にして、そうですね、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ではちょっと最後にご紹介です。 SE プラスでは基本情報技術者試験対策の e ラーニング特集ゼミを販売しております。ご興味のある方はぜひ SE プラスのホームページにお越しください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。